セクション16-02にビザンス帝国の滅亡。このセクションでは特に防衛システムを丁寧に扱います。防衛システムの理屈を勉強する。ユスティアヌス帝が死んだ後領土一気に縮減します。白州が140ページマップアルファからブラボーで、縮減した理由の大きなものとしてはイスラムが台頭しましたよと。よろしいか、マップアルファ見てみ。でマーカーレロ、エジプト、アレクサンドリア、ちょい東パレスチナ、イエルサレムで、シリアの方にアンティオキア。わかるよね、これ五本山です。五本山のうちの3つ、残り2つはローマとコンスタンチノープル。イスラムが台頭してキリスト教の大事な大事な五本山のうち3つ落ちてしまうわけで、これが先々週やったローマとコンスタンチノープルの主位権争い、どっちがキリスト教リーダーだっていう争いになるわけ。イスラムがエジプト、シリアを取る前は東ローマ帝国が持っとったよ。で、領土が縮減した結果、ラテン語からギリシャ語に変わりますよと。まずラテンって何かって話なんだけど、ラテン人っていうのは別の表現使ってローマ人ね、イタリア半島のティベル川の河畔に住んでたローマ人が使ってた言葉がラテン語。ローマ人はラテン人。現在のイタリア語ですか、このラテン語は。いえ、違いますよね。現在のイタリア語はどこの方言ですか。トスカナ、フィレンツェの方言であって、ローマの方言っていうのはラテン語ね。で、このローマ人はイタリア半島を統一しただけではなくて、フランス、ガリアにも攻め込みました。現在のスペイン、ポルトガル、イベリア半島にも攻め込みました。結果フランスとかスペインとかポルトガルっていうのはラテン系ね。フランス語もスペイン語もベースはラテン語ですよ。で、かつスペインとポルトガルは中南米に進出しましたよね。つまり中南米はラテン系なわけ。中南米はラテン系ってことは元をたどればローマってことね。ローマは地中海を内海とした巨大なローマ帝国を形成しました。で、その後継である、それが続いている東ローマ帝国もラテン語を使っていましたと。ところがマップ B に見られるように領土が大幅に縮減しました。そうなるとギリシャ語で良くないかって話なわけ。え、先生どういうことですかと。まず今から言うのを頭にこびりつかせてくれ。地中海の東はギリシャ語が強い。いい？地中海の東はギリシャ語が強い。理由説明する。マップ2、3、4、38ページ。アレクサンドロス大王の東方遠征の結果、地中海の東岸、シリアとかパレスチナとか、またエジプトなんかをギリシャが取るわけ。で、ギリシャ人国家であるヘリニズム国家がその後続くわけ。数百年。けど先生、マップ4のアンティゴノス朝マケドニアもセレウコス朝シリアもプトレマンス朝エジプトもローマによって滅ぼされますよねと。確かに多敵ローマによってギリシャ人国家は潰されてしまったんだが、滅ぼされてしまったんだが、文化的にはギリシャの方が優位だったわけ。ローマ人っていうのは確かに日頃はラテン語を使います。確かにラテン語で行政文書を書くんですが、教養的なものはギリシャ語なんよ。それで一番試験出るのはそう、自省録ですね。ご検定最後の工程、マルクス・アウリス・アントニウスの自省録はギリシャ語で書かれてるわけよ。で、地中海の東の方はギリシャ語がすごく強いから、その強さが示されているものとして新約聖書ギリシャ語なんですよね。よしいか、新約聖書はギリシャ語で、地中海の東はギリシャ語が強い。で、先ほどの話に戻って使用書が140ページマップブラボーで、東ローマ帝国は縮減し、地中海の東の方だけになった。ギリシャ語が強い地域だけ、ギリシャ語が強い地域の方だけになった。じゃあもうギリシャ語でいいでしょうということで、ギリシャ語を公用語にしたと。で、都コンスタンチノープルの旧名はビザンティオンで、ここからビザンス帝国です。まあ、東ローマ帝国イコールビザンス帝国なんだけど、厳密に言うと東ローマ帝国の後半の方がビザンス帝国なんですよね。ギリシャ化してると。ヘラクレオス一世で、今から防御システムの話をします。で、まず概論から説明すると、白書が140ページ左側、マーカー持ってもらって、防御システム3つ試験出ます。はい、左側年表で、ヘラクレオス一世の時、軍艦区制とトンデン兵制、はい、マーカー引っ張って、で、同じマーカーで、プロノイア制、下の方にプロノイア制って言ったでしょ。で、細かい話をしていく前に、タイミングが試験出るんで、タイミングの話します。ヘラクレオス一世のとこに622って書いて、ヒジュラ。あのね、東ローマ帝国のライバルがどんどん強くなって、それに応じて防御システムも変えていかなきゃいけないと。
まあ、最初ね、ササン朝ホスロイ星と戦っとってなって、ササン朝ホスロイ星そこそこ強いんだけども、まあ、むちゃくちゃ強いわけじゃないわけよ。で、むちゃくちゃ強いやつ出てきたわけ。これイスラムね。イスラムっていうのは共同体が強いんですよ。国民軍っていうと語弊があるんだけども、同じ共同体意識を持ってますと。で、仮に自分が死んだとしても女房子供はなんとか食っていけるわけよね。わかる？近代国家でさ、戦死しましたと。戦死したら、例えば靖国に祀られて、そんでちゃんと戦死したからということで遺族年金が出てと。で、安心して戦死できるわけよね。で、イスラムも戦死した場合は周りがあいつが死んだから、あいつのところの女房子供誰か引き取ってやれって言ってさ、一夫多妻制でカバーしていくわけですよ。で、そういうことでかなり戦闘力が強いんですよ。それに対応するために手間制とかトンデン兵制を導入したわけで、次にむちゃくちゃ強いやつ出てくるわけ。イスラムの上に戦闘集団であるトルコ系を主体とした連中が出てくるわけ。これセルジューク・トルコです。むちゃくちゃ強いんですよ。で、これに対応するために今からやるプロノイア制をやります。で、手間制のタイミングはイスラムが生まれたタイミングでよくて、622年ヒジュラね。で、プロノイア制のタイミングはセルジュークトルコのタイミングなので、セルジュークトルコのタイミングというと、まあ1055年のバグダッド入城とかを使えばいいので、これ1055を代用する。細かく見ていきます。ヘラクレオス一世がイスラムを防ぐために軍艦区制を導入した。で、軍艦区で多分分かんないんで、テキスト右下に海上保安庁の管区のマップを入れます。海上保安庁っていうのは、あの準軍事的な組織ね。バルカン報道が持ってるからね。で、よくニュースに出てくるのが朝鮮半島に近い第7管区で、第7管区海上保安庁っていうのは福岡県や山口県や佐賀県や大分県などをカバーする第7管区海上保安庁。大分県とか福岡県っていうのは行政区です。行政の単位。それに対してこの第7管区っていうのは軍事的な単位なんですよ。で、軍管区制っていうのは、この軍管区長、その軍人に行政権まで付与しましたよと。つまり、国内において軍政を敷くわけね。軍政っていうのは、軍人が政治を行うことは軍政ね。軍人が長官であれば、軍人が行政官も兼ねると。そうすると、権限がでかいので、防御力が上がるでしょうと。敵が攻めてきそうだから、今年は税を取るのではなくて、その代わり要塞の修理の方に、人々を使おうとかね。で、テキスト右側は手間制を教科書用語集から抜いてます。で、一番右上、山川の用語集と山川の教科書に齟齬があります。わかるかな。用語集のケツ、皇帝権力弱体につながった。小説世界史 B 教科書、中央集権が進んだ。全く逆ですね。で、これ今受験世界史やってますけども、君らが将来仕事をする際にも重要なんで伝えるんだけども、要約したものを触れるとですね、やっぱり要約は要約だから、要約したものの中で齟齬が起きている場合があるんですよ。で、その場合っていうのは、要約しない情報全部をさらった方がよくて、今から情報全部を丁寧にさらいます。両方とも用語集も教科書も合ってます。順番にいくぞ。手間制を敷きましたと。軍管区長に権限を与えました。そうしたら地方分権になるんですよ。だって地方の方で税金取って、地方の方でその税金使っていいわけでしょ。軍管区長は中国史で言うと何なん、節度市じゃん。国境周辺に配置されて、そこで税金取って、そこで食っちゃっていいわけよ。そこで兵隊養っていいわけよ。で、地方分権が進んで、地方の軍団が下克上でコンスタンチノープル攻略しちゃうわけ。こいつはレオン3世です。で、レオン3世は第2第3のレオン3世が怖いわけだから、この軍管区制のデメリットをカバーしようとして、トンデン兵制を強化しましたよ。いくよ、順番にね。国境の防御力を上げようということで、中央は、皇帝は軍管区長である君に大きな権限を与えるよと。今までは軍事権だけだったけど、ここから税金も取っていいよと。で、こいつがでかくなってしまうと、下手すると中央の言うこと聞かなくなっちゃう。まあ、実際中央の言うこと聞かずに中央を裏切ったのがレオン3世で、レオン3世はビビって、第2第3のレオン3世出したくないということで、どうしたかというと、軍管区長の下にいる農民に土地を一枚一枚あげたわけで、自分の土地をもらった農民は自分の土地を守りたい、自作農であるから、自分の土地を持ってるから必死で守りたいということで一生懸命戦うだろうし、土地をくれた皇帝に忠誠を誓うわけ。これはトンデン兵制。
つまり一言で言うならば、手間性とトンデン編成はセット。湯気塾の塾生の半数以上は国立総研に行くわけで、君ら大体文系なので大きい会社の総合職とか役所に入るわけよ。そうすると仕組みを作ったり仕組みを回す人間になるわけで、いいか、仕組みを一個作ると他の仕組みも必要になってくるわけ。仕組みを一ついじると他の仕組みもいじらなきゃいけない。軍管区長に権限を与えた結果、こいつが裏切る可能性があるから、こいつの下にいる兵隊、こいつの下にいる農民と中央が直接結びつきを持たなきゃいけないということで、土地を一枚一枚上げますよ、屯田編成。日本も全く同じ仕組み持ってます。北海道庁っていうでかい役所があるわけよ。でかいじゃん北海道って。なんででかいかというと、ロシアの南下に対応するために大きな役所が必要だったわけ。それは北海道庁なんよ。他の県と規模が違うじゃん、面積が違うじゃん。でその下の農民と中央が直接結びつかなきゃいけないということで、天皇から土地を一枚一枚与えられるわけよ。それが日本の屯田兵だよ。だから北海道っていうのは天皇崇拝がすごいじゃん。先生、手間性って封建性とまたなんか違う？違う。ビザンツ版封建性がプロノイア性やね。でなんで手間性が封建性じゃないかっていうと、先生大きい権限与えてますよねって思うかもしれないんだけども、この軍管区長をコロ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 配置替えするわけ。何を防ぐ？世襲化？うん、土着化を防ぐ。世襲化を防ぐ、土着化を防ぐと。公務員が特にそうなんだけども、あの公務員ってさ、すげえ配置転換が多いんですよ。であれはその同じ理由やね。では、ギリシャ日ですね、イスラムが攻めてきて火炎放射器で撃退してます。火炎放射器ってすごくないですかっていうね、持ってたんだよね。火炎放射器持ってたんだけども、ビザンツ帝国の滅亡とともに火炎放射器の技術もなくなります。でこの火炎放射器が次出てくるのは第一次世界大戦です。第一次世界大戦前にその重化学工業が進んで、はい、重化学工業の化学、特に何化学、石油、 OK、 石油化学ね。石油化学が発達して、で、まあ、これぐらいの温度で原油を温めたらガソリンが出てきて、ナフサが出てきて、軽油が出てきて、灯油が出てきてと。で、ガソリンって気圧性高いなと。で、これぐらいの温度にして気化して、ここに火つけたら、みたいなので、火炎放射器ない。19世紀末、20世紀初頭なんですよ。火炎放射器が出てくるのが。その前に実はあったわけよね。ただ、謎です。これ。で、製造禁止でこれ何度もやってるんですが、レオン3世がイスラムの影響も受けて、製造禁止令を出し、でゲルマン布教に製造が必要だという西と揉めるわけで、東西両教会破門し合うと。レオン3世の製造禁止令に対抗して、はい、ローマ教皇レオ3世、名前似てますね、ローマ教皇レオ3世がカール大会やると。まあ、ところが後に東の方もスラブ人に布教するためにやはり目に見えるものが必要だということで、イコン、資料書141ページ下ですね、製造禁止令のうち解除します。で解除したんだけども、まあ、昔製造禁止令出してた手前ですね、言うわけよ。確かに昔製造禁止令出した。で、今は解除した。で、ローマカトリック教会が使ってる製造、これは立体であると。で、我々は使うのは平面だと。パネルだと。ポスターだと。よろしいか、東方教会の建物の中には彫像はないです。像はないです。パネルです。板です。で、ギリシャ文字から発展して、ロシア文字ですね。布教のために、ガンガン坊さんを派遣すると、レポートが届く、命令書を送んなきゃいけないと。こんにちは、ロシア文字。セルジューク朝の圧迫ね。資料集がページ、140ページのマップブラボーで、それルームセルジューク朝になってるんだけども、セルジュークトルコがガン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 小アジアに迫ってきますと。で、マンジケルトというところでビザンツ側が負けてと。で、アレクシオス1世がローマ教皇ウルバヌス2世に救援要請。恥ずかしいですね。わかる？だって、1054年にハモーンって言ってるわけよ。これもう、タイミング的に良くないよね。わかる？1054年に東大領教会ハモーンって言ってて、翌年の1055年にセルジューク朝バグダッド入場だからね。セルジューク朝ガンガン来てるからね。で、バグダッド入場だけではなくて、もうその後ガンガン小アジアに迫ってきて、お願いしますと。同じキリスト教でしょと。しょうがねえな、助けてやろうかっていうのは第1回十字軍派遣。で、ビザンツはもうやばいなということで、プロノイア制に移行します。プロノイア制っていうのは、
ビザンツ版封建制で、先ほどさ手間制をやったんだけども、手間制は転勤が多かったよね。でその転勤がなくなって、もうそこお前死ぬまで納めていいよと。で後にはもうお前の息子にもそこあげるからしっかり守ってくれっていうことで、めっちゃ地方分権化していきます。で防衛システムの根本的な話をしますね。防御力を上げようってなると、イコール権限を拡大させます。権限を拡大っていうのはイコール地方分権化だから、手間制、まあ、手間制の場合は確かに一定程度地方分権化進んじゃうんだけど、そこをなんとかカバーするために転勤を多くしたりとか、大事なのはトンデン編成を併用してたんだけども、もうそれでは間に合わないって話になって、もうプロの野生になるわけ。確かに防御力は上がるんだけども、中央のコントロール効かなくなります。じゃあ問題です。日本史でここが華々しいの分かる？防御力上げまくりますと、結果もう中央の言うこと効かなくなりますって、一番試験出るのは小学校6年生で、満州事変、そうそうそう、関東軍の暴走ね。で話元に戻して、その防御力を上げようと思ったら権限を拡大させてしまって、防御力を上げよう、権限を拡大させようってなると地方分権化に至りますよと。でその最終形がプロの野生ですよってこと。手間制までだとまだ手当てできたんだけども、故にもうプロの野生の場合はテキスト見がビザンツ版封建制。第4回十字軍助けに来てくれるかなと思ったら、とんでもねえと。なんと十字軍自体がコンスタンチノープルを落としてしまったよと。でラテン帝国建国しと、えらいことですね。収集が145ページ、マップ、チャーリー、ラテン帝国建国。で東ローマ帝国は一応ニケアに逃げて、なんとか後奪還します。ただもう、ここからなかなか回復できないですね。問題です。第4回十字軍は何々が確定します。で今日まで至る。東西分立。そう。東越しに東西両教会相互破門したんだけども、その後さ、大事な話ね。何度も言うとおり、コンスタンチノープル教会は東ローマ帝国は救援要請してるわけよ。で確かにカトリック教会は救援要請に応じて十字軍派遣してたんだけども、第4回十字軍はちゃめちゃ十字軍で救援対象であるコンスタンチノープルを落としてしまったわけよね。結果なんてひどいこと仕上がるんだということで、東西両教会の分裂はここに確定なわけよ。でこれ今日までそうです。この間1000年近くぶりにコンスタンチノープル大司教とローマカトリック教会が会っただけで仲良くしましょうって話に合ってない。まだ仲悪い。これでで最後オスマン帝国の侵入でコンスタンチノープルが落ちる話ね。いくぞ。マップが大事で、133ページのマップ2でちょっと見づらいかもしれませんが、ブルサとアドリアノープルとコンスタンチノープルを確認して、小アジアの方に展開しているのはもうセルジュークではなくてオスマントルコです。小アジアとバルカン半島ね。でブルサがあって、次コンスタンチノープルなんだけども、そこを落とさずに飛ばしてアドリアノープル、通常は手前から落としていきます。まあね、背後取られたくないからね。ところがなんで飛ばすかというと、コンスタンチノープルが硬いんですよ。資料集が132ページ右上のマップにあるように、三方を海に囲まれていて、強力な城壁を持っていてと。故に、ブルサからアドリアノープル、そして先のニコポリスまで行くわけ。わかる？コンスタンチノープル飛ばすじゃん。コンスタンチノープル、プルって何？城、城って意味ね。ラテン語でね。アドリアノープル、これもプルって城じゃん。どういう意味？ハドリアヌスの。ハドリアヌスの城ね。ニコポリスってポリスじゃん。ここら辺はギリシャとかローマの名前が多いのは、もともと東ローマ帝国だから、ローマ名、ギリシャ名の町名が多いわけよね。で、ニコポリス落とした後にコンスタンチノープル落とすよね。コンスタンチノープル飛ばして北上していくわけ。それぐらい、コンスタンチノープル硬かったよと。オスマン帝国がコンスタンチノープルを落とすと。で、その際に、コンスタンチノープルにあった、東ローマ帝国にあったギリシャローマの文献学者がイタリアに逃げるわけ。先ほどやったように、コンスタンチノープルと商売やってるベネチアなんかに逃げるわけ。文献と学者が。その影響もあってルネサンスやね。戦争で文化が逃げる。で、行った先に文化が広がる。コンスタンチノープル陥落でルネサンスが起きますよと。
日本史で郷土の文化が一気にバッて全国に広がったイベントは応仁の乱。応仁の乱で京都が焼け野原になるじゃん。で公家がバッて全国逃げて各地域で文化が発達するみたいなね。日本に洋菓子が本格的に入ってきたのは第一次世界大戦。なんでまだモロゾフ食ったことね。そのロシア革命でその菓子職人が日本とか逃げてくるわけよね。だから戦争がいいとは言わないんだけども、その戦争の結果そこにあった文化とか技術っていうのが広く伝播するっていうのはよくある話ですね。セクション 16-02 ビザンツ帝国滅亡終了です。